にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、仕事が休みで早朝ウォーキングの後動画を撮ってるんですが、青空がねすごく広がっていて、富士山も綺麗に見えてて気持ちいいんですが、風がねすごく冷たくて、やっぱりね寒波が来ているっていうことで本当にね、寒いなーなんて思います。風がね吹いてるってことでちょっとね雑音と入っていまして、聞きづらかったら本当に申し訳ございません。それで今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、今年ね自分は魅力的な人になりたいっていうことで、今までね本当にね人をね避けてずっと来てまして、このね動画をやり始めてから、毎日撮り始めてからちょっとずつね変わっていって、自分をねどんどん変えていきたい、もっともっと魅力的な人に変えていきたいな、なんてそんなことをね思って、今年のねテーマみたいなそんな感じでやってきたんですが、一番ね自分ね魅力を感じる、他の人をね見て魅力を感じるっていうのはやっぱりね笑顔の人かな、なんてそんな風にね思います。例えばね、レジで笑顔のねレジ店員さん、宝富士売り場もね前にねちらっと話したことあるんですけど、笑顔のね店員さんと、あと、ね、笑顔じゃないブスッとしてるようなね、レジ打ちブスッとしてレジ打ちしてる人とか、そういったね宝富士売り場でこうね笑顔のないじゃない人、どっちを選びますかって言ったらね、やっぱりね自分は笑顔の人の方を選ぶかななんて思います。空いてる方を選ぶなんて人もね中にはいるかもしれないんですけど、やっぱねそれだけ笑顔の人っていうのは人をね引きつけるっていう、そんなね魅力がねあると思います。やっぱりね笑顔の効果って本当にたくさんいろいろあるんですけど、そうやってね人を引きつける効果っていうのもねあるんだなぁなんて、そんなことを思います。自分はねセミナーとかに行って、たまにですけど懇親会とかに参加するんですけど、やっぱりね周りっていうのはみんなね初対面の方で、自分はねこう影じゃないで、隅っこの方でねこう誰かねこう話しかけてもらうのを待つみたいな、そんな感じなんですけど、やっぱりねその中でもこう笑顔の人っていうのは周りにね人が集まってきて、それでねワイワイガヤガヤやってるなぁなんて、そんなねこう印象を受けるので、やっぱりね笑顔っていうのはね人をね引きつける力っていうか魅力がねあるんだなぁなんて、そんなことも思いました。そうやってね笑顔のね効果っていうのをね人をね引きつける、そうするとね人をね引きつけるっていうことが結局はねいい情報とかそういったのもね引き寄せてくるっていうね、そんなこともありまして、日本のねことわざで昔からね笑う角には福来たるっていう、そんなねことわざがありまして、英語でもねなんか言われてるのかもしれないんですけど、ちょっとその辺ねわからないんですけど、やっぱりね笑うから福がね来るのであって、福が来たから笑うんではなくて、やっぱりね笑うのが先、笑っているから福が来るっていうことは、結局はねこれってね引き寄せの法則みたいなものですよね。それでいい人がねこう周りにいればいい情報が入ってきて、結局はね運にもねつながっていって、いい運金がね自分のところにどんどん入ってくるっていうことで、笑顔ではねいい人を引き寄せて、いい情報を引き寄せて、それで運まで引き寄せてしまうっていう、そんなね効果があると思います。そして他にもね免疫力を上げるっていう効果もありまして、笑顔でいるとねナチュラルキラー細胞っていうのが多くね分泌されて、それで健康でねになるっていうことなんですけど、がんのね患者さんに寄せとかねこう吉本新喜劇とかそんなのをね定期的に見に行ってもらっていたら、がんのね数値が下がったとかね、がんが消えて亡くなってしまったなんて、そんなね報告も数多くね紹介されておりまして、笑顔のね本当にね効果ってすごいななんて思います。自分はね毎日スマイルアスリートって灼熱この講演家のね津田博明さんがねの動画を見てから、ずっとねもう1年以上スマイルアスリートっていうのをねやってきてるんですけど、でもねマスクをしてると、いや今ねコロナの時代でマスクをねしていると、マスクの下ではねいつの間にか笑顔を忘れてしまってる。マスクしてない時はね笑顔ってねずっと思ってたんですけど、マスクをするとなんかね忘れてしまうなんて、そんなこともねありますので、これからもねずっとね笑顔っていうのはね意識していきたいなーなんて思います。それでね普段からこう意識して笑顔でいるっていうことをしていると、自然にね無意識の時にも笑顔でなれるっていうことで、じゃあどうやって練習するのって言ったら、自分はね今まで全く何もね考えないで笑顔笑顔なんて自分で思ってこう
まあ、普通にねこう二行っていう風な感じを意識的に作っていて、まあ、そのね意識してやるのもねすごく大事なんですが、まあ、心理カウンセラーマサさん、まあ、よくねあの動画見させていただいてるんですけど、まあ、以前ね見た動画であの鏡の前でねこの言葉をね言ってみてくださいっていうそんな動画をね見たことがあるんですが、それがね何かって言いますと、ワイキキっていうね言葉、ワイキキってい最後のねイの言葉がね横にこう広がる、それがねよくてワイキキってねこう意識して何回も言ってるとね結構この辺のね筋肉がねを使うっていうのがね本当にね分かりまして、やっぱねこのねイのね発音がいいっていうことで、ワイキキってねこうやるっていうのがねすごくねいいそうです。それでまあ自分はねまあ、魅力的になりたいっていうことで笑顔でね結構なんかいろいろ検索している中で、まあ、笑顔のね、まあ、練習のね仕方っていうのが元アナウンサーのね方、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、その方がねまあこういったねことをやるといいですよっていうそんなねコラム、あ、まあ、これはね自分のね LINE でつながってくださっている方がねこんな投稿をしてたのでちょっとね参考になるなと思ってね、そのねコラムをでちょっとね知ったんですけど、まあねその方はねまあこういったことをやるといいですよっていうことでね、まあ、3つのステップをね教えてくださっていました。それね1つ目っていうのはまずねこうイーってねまあ、今言ったイーっていう言葉をね言って、あ行だとあーって言ってね、まあ、笑顔になれないんですけど、イーってね横に広げて、それで口角を上げる、それでね口をね開いて歯を見せる、それで目はね笑顔の目、それでねこれをね最初はね 150% の力で150% の笑顔で、まあ、10秒間作るっていうことでちょっとやってみます。イーで、まあ、口角をね上げるイメージ、まあ、自分ねこれすごくねここがね線があって、昔からね腹話術人形みたいになってね、そんなこともねバカにされたことあったんですけど、まあね口角がね下がってるんでできるだけこう上げる、まあちょっとね下がっちゃってるからあれなんですけど、上げて 150% でイーってやって、そしたらねその後ふーってね全体の顔の、ね、筋肉を緩めて、ふーってね息を吐いて、まあ、リラックスさせる、これをねやった後次にね、まあ、第3のステップで今度はねイーって同じにやるんですけど、まあ、これをね今度ね 150% じゃなくて 100% の力でやる、まあ、最初ね思いっきりイーってね 150% でやって、まあ、イーってねちゃんとね発音しながら発声しながらやるとねいいっていうことなんですけど、それでふーってね一回息を吐いて、まあ、リラックスした後イーってね今度はね 100% の力、まあ、100% の笑顔でイーってねやる、それがね一番ね自然な笑顔だそうです。まあアナウンサーの方っていうのはねやっぱね笑顔っていうのはねすごく、まあ、印象にね残る、まあ、職業だと思うので、そうやってね常にね意識して練習していたっていうことで、まずね10秒間 150% の力でイーって、この時ね、まあ、顔がね引きつってしまわないっていうのがね大事なんですけど、ちょっとね自分はね引きつってるかななんてそんなことも思うんですけど、それでふーってね全体の顔の力を緩めて、まあ、リラックスした状態でまた今度はいーってね 100% の笑顔、それがね自然の笑顔っていうことですんで、まあ、これね常にね練習して1日何回かやるとねいいっていう、鏡の前とかね、まあ、こうやってスマホで自分をね自撮りしながらやるっていうのもね効果的かもしれないです。そしてもう一つね、今度ね割り箸を使ったやり方もね教えてくださっていまして、割り箸をねやっぱこう噛んで、それで、まあ、口角を上げて口を大きく開いて、それで唇はねできるだけ割り箸につけないようにやるっていうことで、これはね30秒間、それで目はねやっぱね笑顔を意識してっていうことでね、ちょっとねやってみますね。こんな感じでね、まあやるっていうことで、やっぱ割り箸噛むとなんか笑顔になってるななんてそんなことも思いますね。なのでね、割り箸を使って、これはね30秒間やって、唇はねできるだけ
割り箸にくっつけない。それで目はね、笑顔のね、目は笑顔のね、目をね意識してやるとすごくね、いいそうなんですけど、これもねやっぱね一日何回かこう鏡の前とかこうやってスマホの、まあ、自撮りをしながら練習するとね、まあこれがね自然にだん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 無意識でねできるようになっていくっていうことなので、皆さんもね笑顔っていうのはねちょっとね意識するとね、まあ本当にいろんな効果、まあ先にね言った効果だけじゃなくてもね、本当いろいろね、いろんなこういいホルモンが出たりとかそんなこともありますので、ぜひね皆さんもね練習してみてください。僕はねまあ車の中でね、家じゃねなかなかちょっとやり、家族がいるとやりづらいななんて思うんで、車の中でねまあついてるっていうアファメーションをしつつ笑顔のねまあ練習、まあ笑顔でねついてるってね、ついてるついてるってね言うのもねいいのかななんて、そんなこともね思いながら、まあ笑顔をねをまあ上手にっていうのも変かもしれないんですけど、笑顔でね、まあ、魅力をね上げていきたいななんて、そんな風に思っております。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。